すると、一人の審査員が、韓国チームのスタッフが頻繁に冷蔵庫を開け閉めしている様子を見たと名乗り出たのです。そう言われた韓国は突然慌てた様子で、でもわざとじゃありません。冷蔵庫に入れたはずの材料がなかなか見つからなかっただけです。と反論。するとその審査員は、使用するものがどこに入っているかを把握するのも大事です。こんばんは、みなさん。バッチャンです。カッミミです。DKR チャンネルへようこそ、フィリピンから。今回は、I think they're cheating. A Korean chef who made false accusations against Japan at an international sweets competition only to be completely debunked by a single judge. Ni hanno shimasu? チャンネルのこれじと。それでは早速、始めましょう。あるスイーツの国際大会で審査に抗議した韓国チームを審査員が論破したことが話題になっています。そして見事優勝を果たした日本が最も評価された理由に世界から称賛が集まりました。世界各国のパティシエたちがお菓子作りでのさまざまな腕を競う WPTC ワールドペストリーチャンピオンシップという名前の大会でアメリカで2年に一度開催されている聖火の国際コンクールです。 The subtitle is not working. これまでの大会では毎年涙を飲んできた韓国、今年こそはと努力を重ね、yeah. どうしても優勝を勝ち取りたかった韓国は毎年優勝圏内に位置づける日本をライバル視していたのです。そして大会の最終結果が不服だと抗議した韓国は審査員に完全論破されました。大会の本番中、日本は韓国チームからとんでもない妨害行為を受けます。しかしそんな中でも日本チームのキャプテンのリーダーシップによってこの危機を脱したのです。では、This is the part that they have the subtitle. どういうものだったのでしょうか。Not the first part, I think. そして審査員の痛烈な一言とは何だったのでしょうか。今回はアメリカで開かれた大会の様子や韓国が行った妨害行為や抗議の内容を海外の反応と合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。 Okay, let's do itSo this is the beginning. 世界中から注目されている WPTC。 WPTC は2000年から開催されている、いわばお菓子のワールドカップです。各国3人1組からなるチームで成果技術を競います。歴史はまだ浅いですが、今やフランスで開催されているクープドゥモンドドゥラパティスリーに並ぶ洋菓子界屈指のコンクールです。競技は2日間、合計13時間かけて行われ、飴細工、チョコレート細工に加え、プチガトーや冷菓、皿盛りデザートなど9種類の審査で競われます。細工の技術だけでなく、味の評価がとても重要視されており、フランス最優秀職人賞、モフを受賞したパティシエも参加できる大会でもあります。通常、他のコンクールに参加することができないとされるモフたちと技を競い合えるとあって、世界のトップパティシエからも注目されています。日本チームは2006年と2008年に第2位という成績を残し、世界からもライバルとして注目される存在でした。中でも隣国韓国はどうにかして日本に勝ち、アジアで一番の菓子職人軍団の称号を虎視眈々と狙っていました。そんな中、いよいよ WPTC2010 が開幕。最初の競技は2時間をかけてアントルメホールケーキ、日本でいうデコレーションケーキの対決です。韓国チームはこの日のために龍が天に昇るデザインの立体的なデコレーションを考えてきました。しかし自分たちのチームには密着取材が来ていないのに、日本チームには日本からテレビクルーが取材に来ていることを知り、面白く思っていませんでした。韓国ではその分野で特に優秀な成績を収めなければ世間で注目を浴びることはありません。韓国では WPTC や韓国チームの存在はほとんど知られていませんでした。一方、日本チームのブースでは撮影スタッフがぐるりとテーブルを取り囲み、競技の一部始終を撮影しようと準備が進められました。日本チームを率いる山本隆夫シェフは、日本全国に店を構える洋菓子店、クラブハリエのグランシェフです。国内外のさまざまな洋菓子コンテストで輝かしい成績を収め、2010年大会のチョコレート細工のメインシェフでもあります。山本シェフは、日本の皆さんに勇気を与えるために絶対世界一になります、応援よろしくお願いしますとカメラに向かってコメントし、チームを集めるとよっしゃー優勝するぞーとメンバーたちを鼓舞しました。
こうして日本チームはキャプテンの気合い入れとともに菓子作りを開始しました。トラブルに見舞われた韓国が行った日本への妨害行為。デコレーションケーキの審査では、飾り付けの技術だけでなく、切り分けた時の飾りのバランスが重要になります。また、この大会は味の評価に重きを置いているので、口に入れた時のスポンジとクリームの舌触りや、使用するフルーツのアクセントなど、味覚に関する項目も大切です。いかに見た目で楽しませ、味覚を刺激するかというのが鍵になります。順調に作品を作っていく日本に対し、韓国チームはデコレーション用のチョコが溶けたり、クリームが分離したりとハプニングが続きました。韓国チームはデコレーションが完成しないまま、制限時間を迎えてしまいます。審査員たちによる味食審査の結果、日本チームは豪華で目を引くデコレーションと味の評価が高かったイタリアに大差をつけられてしまいました。また、ハプニングが大きく影響した韓国は、結果発表の直後、キャプテンがスタッフを集め、何やら顔を寄せ合って話し合いを始めます。そんな中、イタリアに大差をつけられてしまった日本チームのキャプテン、山本シェフは、慌てないで立て直していこう、と声を上げ、チームの焦りを落ち着かせます。続くプレートデザート部門では、小さなデザートやフルーツを一つの皿に盛り付け、その美しさと味を競います。ここで日本チームにトラブルが起こったようです。苛立つスタッフに審査委員がどうしたのかと声をかけると、お隣が冷蔵庫のドアを必要以上に開け閉めしています。と訴えました。実はこの大会で隣り合わせになった日本と韓国は、同じ冷蔵庫を使っていました。韓国は、冷蔵庫に日本のアイスが入っていることを知り、わざと材料を取るふりをして冷蔵庫を頻繁に開け閉めしていたのです。それどころか、わざとドアをきちんと閉めず、ドアが開けっぱなしになっていることもありました。これに気づいた日本チームのスタッフは、何度も冷蔵庫のドアを閉めに行きます。しかし韓国が繰り返しドアを開けたせいで、アイスがなかなか固まりませんでした。韓国チームは、日本の言いがかりだと強く反論しました。すると、一人の審査員が、韓国チームのスタッフが頻繁に冷蔵庫を開け閉めしている様子を見たと名乗り出たのです。そう言われた韓国は突然慌てた様子で、でもわざとじゃありません。冷蔵庫に入れたはずの材料がなかなか見つからなかっただけです。と反論。するとその審査員は、使用するものがどこに入っているかを把握するのも大事です。なぜそんなに頻繁に冷蔵庫を見に行く必要があるのですか？理由がないなら不審な行為として判定しますよ。と、今後不必要に冷蔵庫を開ける行為を減点対象にすると言い放ちました。団結して窮地を乗り越えた日本。この騒ぎによって審査員に悪い印象を与えてしまった韓国。韓国は優勝の望みがほとんどなくなってしまいました。日本もまた窮地に陥っています。一度溶けてしまったアイスは風味が落ちてしまうため使えません。もう一度アイスを出して形を整え、準備し直しました。しかし、すでに制限時間はギリギリです。このままでは、もう間に合わないかもしれないな。と弱音を吐いたスタッフに、山本シェフは、最後まで諦めるな。どんな理由があっても中途半端な品は出せない、急ぐぞ、と言って再び鼓舞しました。その一言でスタッフたちは落ち着きを取り戻し、黙々と作業を進め、時間内に作品を作り上げることができたのです。日本チームの試食が始まると山本キャプテンは審査員に、まずチョコレートケーキから食べるようにお願いします、と言いました。審査員が言われるがままチョコレートケーキにフォークを入れると、中からチョコソースがとろりと流れ出してきました。しかも、そのソースからは湯気が立っています。熱いチョコソースが添えてあったバニラアイスに絡み、ソースの熱で溶けたアイスとチョコレートムースを一緒に食べると、審査員たちは目を見開いてその味に驚きました。ケーキから流れ出たソースが、隣のアイスやムースにも良い影響を与えている。味の奥行きが何とも複雑で、温度差も絶妙だ。まさにエクセレント、完璧だ。と審査員全員が絶賛。こうして逆転の一手を繰り出した日本チームは、韓国からの妨害行為にも負けず、プレートデザート部門で最高得点を獲得したのです。大会直後に韓国の妨害行為についてインタビューを受けた山本シェフは、国際大会ではこういうことはつきものです。むしろトラブルが団結力を高めましたね。と、
韓国から妨害を受けたとは言わず、トラブルが起こったと表現しました。こうして士気を高めた日本チームは、最後の勝負、ピエスで優勝を狙いに行きました。この競技では飴細工とチョコレート細工の技術を競います。チームごとにテーマを決めて、一つの世界観を表現するため、作品自体がとても大きく、中には2メートルを超えるものもあるのです。この作品は、プラモデルのようにパーツを組み合わせて作ります。そして飴やチョコレートでできたパーツはとても繊細で、少しの衝撃でもパーツが壊れてしまい、作品が崩れてしまうチームが続出していました。それに反して日本チームは、最後まで壊れることなく完成にこぎつけます。韓国チームの妨害を乗り越え、日本が優勝した理由。無事作品を作り上げ、安堵の表情を浮かべるスタッフに山本シェフは、最後の工程だ、気を引き締めていこう、と檄を飛ばしました。そう、最後の工程とは完成した作品を展示台へ運ぶ工程です。ここで作品が崩れてしまうと大きなロスになってしまいます。しかし、ここでもトラブルが発生しました。自分たちが優勝する可能性が低いと自覚した韓国は、すっかり開き直っていたのです。日本チームが作品を慎重に運んでいたとき、韓国チームのスタッフが突然、彼らの近くに飛び出してきました。両チームがあわや衝突寸前という一幕がありましたが、日本チームは無事に作品を設置することに成功。審査員たちは日本チームの作品を見て、素晴らしい、これこそパーフェクトだ。本当に美しいわね、と大絶賛しました。6時間にも及ぶ作業の末、ついに完成したピエスでも、日本は最高の評価を獲得し、WPTC で初優勝したのです。すると、この結果に韓国が大激怒。確かに日本の作品は味も見た目も素晴らしい。しかし、日本が優勝というのは納得がいかない。と審査員に詰め寄りました。韓国のピエスはチョコレート細工のパーツ部門で賞を獲得するほど評価されました。日本の作品はチョコレート細工のメインシェフがキャプテンにもかかわらず、チョコレート細工のパーツでは韓国に負けているじゃないか。それなのにどうしてピエスで韓国に勝ったと言えるのですか？すると韓国チームのキャプテンに一人の審査員が静かに尋ねます。あなたは日本が韓国に勝った理由が知りたいのですね。審査員はなぜ日本の方が高い評価を受けたのかを説明しました。日本の菓子は極めて美味で、見た目を生かすための技術も素晴らしい。だが、本当に突出していたのはチームワークです。この大会には審査項目が2種類あることをご存知ですか？一つは完成した作品の審査、そしてもう一つは工程の審査です。つまり、チームワークも審査対象ということです。いくら優れた作品を作ることができても、チームをまとめ、協力して作り上げることを重視しないと、審査員に嫌われてしまうんですよ。そう言ってにっこり笑う審査員を前に、韓国チームのキャプテンは何も言い返せませんでした。韓国チームがお互いの失敗を罵倒し合ったり、露骨な妨害行為をしたりする姿は全て審査員に見られていたのです。それだけでなく、全世界に生中継された映像にも、韓国の行為はしっかりと映り込んでいました。一方で、機材トラブルや韓国からの妨害行為にも、慌てることなく冷静に協力して対応した日本チーム。山本シェフがキャプテンとしてスタッフたちの焦る気持ちをコントロールし、チームを鼓舞し続けたことが全員の集中力を維持しました。そのチームワークは参加した国の中でも最も優れていたと評価されたのです。山本シェフがこだわった優勝。優勝後の日本チームへのインタビューで、山本シェフは今回の WPTC にかけた思いを語りました。2004年、日本最大級の洋菓子コンクール、ジャパンケーキショー東京のチョコレート工芸菓子部門で優勝した山本シェフ。しかしそれは他の実力者がミスで順位を落とした結果だと知り、真の日本一を目指して挑戦を続けていたのです。2007年は3位、2008年は2位と、なかなか頂点を極めることができず、悔しい日々が続きました。同じ会社の後輩が力をつけ結果を残すようになってきたこともあり、自分はもう引退し、経営に専念した方が良いのかもしれない、という考えがよぎったこともあったそうです。しかし負けず嫌いの山本シェフは今回の WPTC を最後の挑戦の舞台に選びました。
大会の前に行われた日本代表選考会ではチョコレート細工ピエスで見事優勝し、世界一に挑む切符を手にした日本チーム。他部門で優勝した三宅シェフ、五十嵐シェフと共に就業時間終了後から日付をまたぐまで何時間も練習し、3人で一緒に寝泊まりをして何時間という話し合いもしました。とことんお互いの思いをぶつけて話し合ったことが3人の結束を高めたそうです。大会当日は韓国の妨害だけでなく、用意されたオーブンの調子が悪くてなかなか温度が上がらなかったり、調理器具が故障したりとアクシデントが重なりました。何があってもこの3人なら乗り越えられると信じていました。お互いを支え合える確かな技術を持っているスタッフですから。と語った山本シェフ。仲間の力を信じてチームを鼓舞し続けたリーダーシップには、参加した他の国からも称賛が集まっています。海外の声。この様子を見ていた海外ネットユーザーたちから様々なコメントが届いているので一部を紹介します。日本は韓国に妨害されても怒らなかったし、やり返さなかった。その代わりに優勝という最も屈辱的な方法で韓国を黙らせた。日本チームのキャプテンのリーダーシップが良い結果につながったんだね。良いリーダーのもとには優秀なメンバーが集まるんだよ。何をどう作るかが大切なんだね。チームの良い雰囲気が良い作品を生み出した。怒られたり責められたりして生まれるものは何もない。日本のキャプテンの言葉から、日本の代表であることに誇りを持っているということがよく伝わった。韓国に嫌なことをされても黙っている日本、離断にされているけれど、はっきり抗議すればよかったのでは？そんなだから韓国に意地悪されてしまうんだよ。実力がある人は、人間としても優れているんだな。韓国に何をされても同じ土俵には上がらないぞという、日本の強い意志を感じた。いかがでしたか？今回、日本に初の WPTC 優勝をもたらしたキャプテンの山本シェフは、2016年に、クープ・ドゥ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリーにも出場し、氷彫刻部門で優勝しました。現在は洋菓子店クラブハリエの代表取締役社長に就任し、世界に羽ばたく人材を育てるために尽力しています。一度は諦めかけた優勝の夢を、自分の手で仲間と共に掴み取った山本シェフに改めて称賛の拍手を送りたいですね。そして韓国の妨害や思わぬトラブルにも負けずに優勝を勝ち取った日本のチームワークも素晴らしかったです。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございます。日本の出来事、The credits are all yours. In every game, you have to play clean, fair, and to Japan team and to its captain and members, congratulations for not, you know, getting angry to your opponent even though, you know, they try to intervene or they try to distract you and destroy your peace because of sabotage. If there's cheating, you will not win. Yes. Okay? Especially in the eyes of God. Mm-hmm, exactly. Arigatou gozaimashita.